やりまいですよ、しずみだ。本日なんですけど、本日はね、ニキビ肌にお悩みの方、ぜひこちらをやってみてください。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日はね、ニキビ肌お悩みの方、ぜひ最後まで見ていただければすごく嬉しいんですけど、ニキビ肌お悩みの方、本当にね、ニキビ肌ね、めちゃくちゃ悩みますよね。まあ僕も、まあ韓国でずっと住んでた時に、まあちょっとね、肌、がちょっと荒れちゃったんですけど、それをもう改善させたんですよ。僕のね、もう2年前の動画とか見てみてください。もう全然違うかと思うんですけど、そこをどういうふうに改善させたかっていうのを、僕のやり方を皆さんの方にシェアさせていただきます。で、まあ早速なんですけど、いきますね。まあこちらですね、まあこちら何でもいいんですけど、まあシートマスク、マスクパックですね、こちらをすることによって改善されました。なのでまず1ヶ月間僕にください、本当に。はい。っていう感じですけど、まあ1ヶ月間僕スケジュールくださいってわけじゃなくて、1ヶ月間やってみてください。本当それだけでは全然変わったので、で、シートマスク、まあ僕はこのね、シートマスク安いのをちょっとね、最近入れて日本で買ってるんですけど、まあこちら今ピンクのやつなんですけど、これでね、僕は1200円ぐらいで買えたかな。もうちょっと安く買えた。1100円いかなかったぐらいで買ったんですよ。まあ、20% 割引での時に買うんですけど、1100円ぐらいで購入できたんで、これで50枚で入ってて1100円です。めちゃくちゃ安くないですか。で、まあ、これと、あと前回、まあ、日本のシートマスクで、この違うラインを紹介させていただいてるんですよ。まあ、そちらの上の方に載せていくので、正直そっちを使った方がいいかなと思います。僕の感覚的には。使用感的には。でも、これも悪くはない。これはオーガニックのシートマスクなので、やっぱちょっとごわつくんですよね。でもう一つのやつはシートマスクがちょっとね、分厚いやつなんですけど、そっちの方が潤い感があるので、そちらの方を使った方がいいかなと思うんですけど、まあオーガニックが好きな方はこちら使った方がいいかと思います。まあそっちの方が安いんですけどね。はい、50枚入ってて。もう一つのやつは30枚入ってて、1300円ぐらいなので、まあそちらの方も検討にしてみてはいかがでしょうか。はい、なので、で、まず僕が直した方法としては本当に簡単なんですけど、シートマスクを朝晩やるってことです。シートマスク、マスクパック。これですよ。これをね、ちゃんとしっかり朝晩やるっていうこと。はい。本当に朝は僕はだいたい5分ぐらいでシートマスクを取っちゃうんですけど、夜も寝る前に必ずやる。なので、月30日ある中で60枚シートマスクをすることによって、本当に僕は改善されたので、肌を潤わせて鎮静させていくっていうので変わったので、まあ、本当に簡単かと思うんですけど、こちらをすることによって僕は赤みとか引いて、そこからどんどんなくなってたので、まあ今の時期ってすごく乾燥して肌が荒れたりとか、あと花粉の時期だったりするから肌が荒れたりとか、あの花粉症の方は薬飲んだりしてるとやっぱり乾燥したりするので、本当にこの時期にシートマスク朝晩しっかりやってみてください。本当に変わりますから、1ヶ月間使用してみてください。まあ、あとこういうものじゃなくて、もうちょっといいもので使いたいよっていうね、予算があるよって方は、シカ、マデカ、センテリア24のシカのやつがあるんですけど、それをすることによってもっと違うかと思います。肌再生のものが入ってるので、マデカクリーム再生とかね、そういうのがあるんですけど、マデカ、シカ、ツボクサなんですけど、そちらが入ってるものだと、あの赤みとかしっかり消えてって、肌鎮静して肌が改善していくので、できればそっちの方がいいんですけど、ちょっと高いので安く済ましたいっていう方は、こういうシートマスク、自分の合ったシートマスクを使用しながら直していくっていうのがおすすめかなと思います。まあ実際僕はね、こういう風にね、あの改善したっていうのもあるので、ぜひ皆さんの方にしていただければなと思います。はい、まあ簡単ではあるんですけど、シートマスクを朝晩するってことです。はい、ぜひね、1ヶ月間試してみてください。そうすると肌がね、すごく変わるかと思いますので、今回はそんな感じにさせていただきますね。なんかわからないことがありましたら、下のコメント欄の方にコメントいただければ、僕もねその都度全部皆さんの方に返していきますので、ぜひコメントいただければと思います。何でもいいんで、今回のことじゃなくてもいいんですけども、肌のことだったり韓国コスメのことだったり何でもいいので、ぜひコメントの方をしていただければめちゃくちゃ嬉しいです。はい、今回はこんな形で締めさせていただきます。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。